今日はですねアウトロー YouTuber の方に来ていただいてます所沢のタイソンのメインチャンネルの方でタイソンさんのマネージャーが何やらそのタイソンさんにやられたということを暴露しているということなんですけれどもこれは茶番なのでしょうか本当なのでしょうか僕ではちょっとわからないので有名なアウトロー YouTuber の方に聞いてみたいなと思います所沢のタイソンさんの動画の件について お聞きしたいんですけれどもあの暴露動画っていうのは本当なんでしょうか自分は誰の悪口も言わないんですよねはあそうなんですかその前に自分は誰のチャンネルも見ないんですよねあい、でもアウトロ YouTuber なんじゃないんですかボランティア YouTuber に名前を変えましょうか 笑わせないでくださいよ頭かち割りますよすいませんということでした